はい、どうもこんにちは、こんばんは。今回はですね、アルティメットのロードドラゴン軍団のデッキ紹介していきたいと思います。はい、今回こちらですね、やっとバゼルが3枚揃ったんで、記念にデッキ作ってみました。はい、でアルティメットが若干多めの構築になってます。アルティメットのセイバーが2枚で、バゼルが3枚、グレイザー、ロードドラゴンが1枚ずつで、リューマンバーストが2枚です。でスピリットがロッキー1枚にバゼルが2枚で、コロナドラゴンが3枚、ワンケンゴーが3枚で、リューマンドシャットが3枚、イグアバギーが3枚、デブリザードが2枚です。でマジックが、原表結晶1枚で、グランドブレイクが2枚、総翼3枚、絶好3枚で、覇王、ですね、爆裂呪文人が2枚で、英雄王の神剣が1枚、爆裂の神剣が2枚です。はい、合計40枚になってますね。はい、このデッキの軸は、このアルティメットバゼルになってます。バゼルのアタック時のアルティメットトリガーでヒットすればバーストを発動できるんで、まあ、この時のバースト効果で、自分の好きな召喚したいセイバーとか、ロドラゴンですね、ここら辺を召喚していけたらいいかなっていうデッキになってますね。はい、で他のアルティメットは、アルティメットハンド持ちが2枚 と、グレイザーが1枚ですね。でロドラゴンも1枚。ここはもうあのファンデッキなんで、まあ、この子たちが入ってないと軍団デッキじゃないだろうっていうことで、まあ、1枚ずつで、グレイザーが入っていることによって、まあ、召喚条件が白のスピリットっていうことで、エグアバギーが3枚とロッキーが1枚ですね、ここが入ってます。はい、グレイザーを抜いて、セイバーとかノードドラゴンに変えれば、エグアバギーの心の枠3枚かスピリットソウルの赤のカードに変えてもいいんですけど、はい、やっぱり軍団デッキっていうことで、まあ、この今回はグレイザーを1枚入れて、ユガバギーを3枚刺してます。はい、でセイバーは2枚ですね。まあ、ライフ回復できるんですけど、バーストセットで回復なんですが、バゼルの効果で伏せちゃうんで、はい、まあ、発動できる機会が少ないかなということで、今回2枚になってます。でスピリットは、ロッキーですね。バーストのダブルシンボルということで、まあ、ロッキー。で、こちらのバゼルが、スピリットの方のバゼルがアタック時効果で召喚時発揮後のバーストを使えるんで、グランドブレイクと、ソイクランブルで爆裂呪文陣ですね、このデッキの場合は3種類発動することができます。で診断からグランドブレイクで、召喚時発揮後に5000円か2体と、ネクサス破壊でフラッシュ効果で、ブレイブ破壊ですねができますね。でアルティメットを使うんで、ブレイブアリエスか、あいつが出されると疲労して出ちゃうんで、はい、そこら辺を割っていくカードで、今回これ2枚に入ってますね。はい、でバーストが発動されると回復するよっていう能力持ちで、まあ、アタック回数稼げますね。であとの低コストが、破壊耐性持ちがコロナドラゴンとリューマンドシャット。やっぱりこのバーストで出てきちゃうんで、バーストで出したいんで、バゼルとかをアタック時効果とかフラッシュタイミングの効果で、こちらの場の赤のスピリットが焼かれると、はい、まあ、発動できても召喚できないっていうことになっちゃうんで、はい、今回はコロナドラゴン3枚とリューマンドシャット3枚ですね。でワンケンゴー入っているのが、バーストが結構多めで、まあ、先行行った目に6000の壁としても出せますし、はい、高校行った目に出して相手が、ね、出してきたこう低コストのスピリットソウル持ちだとか、まあ、そういう感じですね、激突していくっていう感じの使い方になってます。でイグアバギーは、まあ、グレイザーの、召喚条件確保のためで、デブリザードはスピリットソウル持ち の耐性持ちですね。コストがゼロにならないで、あのマークオブゾローとかでコアがゼロコインになりませんよっていうやつで、このカード2枚だけ入ってます。はい、まあ、コスト1にしないとリューマンバーストが、コスト1以上の召喚条件なんで、リューマンクローとか入れちゃうと、リューマンクロー出した時にリューマンバーストが召喚できないっていうことになってきちゃうんで、今回は、はい、デブリザードが2枚だけですね。でマジックが、はい、バーストカードで、はい、グランドブレイクとか入ってまして、で幻影表結晶ですね、はい、相手のアタック止めますよっていう効果で、緑の始皇帝を止めたいんで、始皇帝とか、まあ、回復する系ですね、あのローゼンベルグとか、はい、あそこら辺を止めるためにこのカード今回1枚だけ入ってます。はい、で他のやつは、汎用性が高いブレイブ、バーストですね、バーストカードです。でネクサスが、バーストを防いだ時にワンドローする英雄王の神剣と、爆炎の神剣ですね。で爆炎2枚入っているのが、レベル2の効果で、
アルティメットカードがバースト効果で召喚されるときに召喚条件無視しますよっていう効果が、まあ、使いたかったんで、はい、ここら辺の、まあ、特にセイバーとかですね、まあ、こちらの場合に何もないときとかに、爆炎の真剣だけあれば、召喚できるということで、まあ、今回2枚ですね、はい、まあ、引きたいカードなんで今回2枚ですね。重複一旦に1回しか使えないんで2枚やっても意味ないんですけど、まあ、とりあえず引く確率を上げるために2枚入ってます。はい、じゃあ今回は、こういう感じの、アルティメットロードドラゴンのデッキ紹介でした。